松台、今ガッタに下ろしてもらってます、はい、お、行きました。身は硬いですか？そんなじゃないですか。皮が硬いんで。皮が硬いです、はい、で、こんな感じ。はい、これを一回やこれ、本当皮引くんですけど、はい、例えばすぐ食べるんでしたら、はい、皮引いちゃった方がいいんですけど、はい、例えば少し2、3日寝かしたいとかだったら、はい、このままにしておいた方が、要するに悪くなるので、要するに皮が落としちゃうと、鮮度が落ちてきちゃうので、すぐ食べるんでしたら、皮引いてください。皮引いていいですか？引いてください。とか失敗して。
難しいですね、川中さん。引きちぎっちゃう、私なんか。ね、で、一応これで完成ですね。あとは食べるときにここで切って、はい、刺身にするんですけど、柵にするには、柵にする、これを切るんですか。そうですね。じゃあ後で柵に、柵にしてもらって、はい、すいません、注文が多くて。柵にするっていうと、あ、そこで切るんだ。ですね。あ、これが柵という、はい、真ん中を切るんですね。そうですね、ここに骨があるんですよ。あ、そういうこと。お、私も作るときは、はい、これをこれ、こういうふうに、あ、そういうふうにして、あ、ありがとうございました。はい。